CGS 大川の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も目から鱗の日本の歴史、小柳さんと共にお送りしていきたいと思います。小柳さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回ですね、モンゴル帝国のお話を聞いてて、はい、なるほどと、はい、モンゴルはそれで強かったのかみたいなことがよく分かったんですね。はい、私も世界史を教えてましたけど、はい、確かにモンゴル帝国はなんかこう何年に何を取ったとかですね、家族の中で争いが起きたとか、なんかそういうのは覚えてたんですけど、そういう戦い方とかですね、軍の進め方っていうのは知らなかったんですね。はい、で前回は触れませんでしたけどね、私はなんかあり得るなと思ってるんですけど、チンギスハンのことはですね、義経だったんじゃないかというのは、これ昔から言われてますよね。はい、ですね。うん、あれはね、ジンギスカンの紋章って源氏笹なんですよね。でところがそのジンギスカンが住んでいたあのシベリア方面っていうのは笹はないんですよね。笹がないのになぜ笹の紋章を使ってるんだ。はい、それからアラブの人かなんかがこう書いたそのものに、うん、ジンギスカンからこう直接取材してね、はい、で、まあ、どこの生まれのどういう人なのか、うん、はい、で、日本の京都村の出身だと本人が答えた。うん、はい、日本の京都かもしれない、うん、日本の京都村そんな話があったりとかありますしね。あと、はい、死んだ後にも義経伝説が残ってたりとかね、はい、日本の各地に、はいはい、ちょうどその奥州藤原三代の映画っていうのはなぜ生まれたのかっていうと、はい、あそこは大量の金を採取するんですね。はい、でその金を使って当時の渤海国だったかな、まあ、満州あたりにあった国と、交易をして、で大変な財を得た。でその 金で交易をし、ちょうどですね、そのあそこら一帯っていうのがシルクロードの最終点、うん、到達点にあたるんですね。はい、だからヨーロッパ、東部ヨーロッパとかアラビアなんかのいろんな物産が入ってくる。それを日本では金を採取するんで、金を持って行って そういったものを買う。当然その国に金がたくさん豊富になってくる。はい、で大変な経済力を持つようにもなってくるっていう、うん、そういうことがあったわけです。はい、うん、でところがその経済重視になってくると軍事力が弱くなってくるわけでして、はい、でその奥にあるキッタンという一族によって渤海が滅ぼされてしまう、はい、こういう事件が起こってます。これが元寇よりも200年ぐらい前なんですけどね。はい、その時に、滅ぼされた渤海の連中がトイという名前 で、はい、うん、でこいつらが朝鮮半島の人たちを引き連れて、はい、3000人の大軍になって日本に攻め込んできたっていうのが、はい、これがトイの入港っていう、うん、そういう事件がありました。はい、ちょうど今から1000年前、西暦1016年かな、はい、だからまさに今から1000年前のということ、はい、うん、1000年経っても恨みを忘れないのはどっちだっていう話になるんですけどね。はい、はい、うん、ということで、まあ、ちょっとね、はい、前回そんな話はできなかったので少し言ってみましたが、はい、今回のタイトルはですね、元寇の裏側、攻めてきたのは彼らだったと、はい、まあ、今の話につながりますけども、はい、まさに彼らなんですね。彼らなんですね。前回お話ししましたけども、はい、元寇の約50年ぐらい前に、元が朝鮮半島に入ってきます。はい、うん、要するに、仲間になれってことですね。はい、でその時に当時高麗国が朝鮮半島にはあったんですけども、はい、この高麗の当時は武人政治って言いまして、うん、武人たちが権力を持っていた、はい、という時代であったと歴史の本には書かれているんですが、はい、この武人というのはとんでもない武人たちで、元が攻めてきたってなった瞬間に、はい、これ逃げろと言って、はい、船に乗ってですね、はい、ソウルの沖合にある島へみんな逃げた王様連れて、はい、で政府が島へ逃げちゃうわけだから、はい、国の人たちは困るじゃないですか。そうですね、でじゃあその国の人たちに対して何言ったかといったら、よくに計られてこれしか言ってないわけです。はい、自分たちで守って、自分たちの身は自分たちで守られてって感じた時になったら逃げちゃった。ひどい話なんですけどね。はい、でそれによってまあ、モンゴルの軍隊がこう、まあ、ほとんど無人の行くがごとく、うんうん、朝鮮半島へこう入り込んでくるわけですね。はい、ところが一方でその政府がまあ、高麗国という の、うん、その政府機構が島へ逃げてしまって、うん、朝鮮半島全体がいわば無政府状態だったわけです。はい、この時に朝鮮半島の中で、ヤクザみたいな連中が徒党を組ん で、うん、はい、で国中を荒らし回るんですね。うん、これが三別省、三別省、はい、の乱といいます。うん、で、まあ、3つ その悪い暴力団組織みたいなものが出来上がって、うんうん、彼らがもう国中を荒らし回る。はい、
この結果当時朝鮮半島で何が起こったかというと、うん、朝鮮半島に攻め込んできた元の軍隊、はい、モンゴルの軍隊が、はい、三別省人々を苦しめている三別省を駆逐する、はいはい、という事態が起こるわけです、はい、住民からするとありがとうございますみたいな、そうそうそう、はい、それで、まあその三別省をある程度こう駆逐して、はい、さあじゃあもう別に至ってしょうがないから、うん、じゃあモンゴルの軍隊引き上げましょうということになった時に、はい、うん、なんと当時の朝鮮半島の住民の中の60万人がモンゴルの軍隊についてっちゃうんです、はいはい、まあ守ってくれますからね、守ってくれるからちゃんと秩序があるから、はい、そう、あのひどい話でしょ、はい、でその60万人の人たちというのは、まあ、当時の人口比からすると10分の1ぐらいの人がついてちゃったことになるんですけれども、うん、はい、この人たちが、まあ、次のフリップにあるんですが、はい、あの点線で丸で囲んでるところがありますよね、はいはい、で60万人も来ちゃったんで、うん、60万人来ちゃったって、その基本的にほら遊牧民というのは羊とか、はい、あその動物の肉 を、うんうん、を食べるわけですよね、はい、そんなついてきたって食い物ないわけですよ、うん、まあ今のねヨーロッパの難民問題みたいな話ですよね。で どうしたかっていうと、はい、この点線のあたりの一帯にですね、うん、はい、お前たちはそこに住めと、うん、そこで農業をやって自分たちで、はい、生活しなさいというふうになるわけです、はい、で朝鮮の半島の人たちがそこら辺一帯に住み着くわけですね、はい、で今度元があの、まあ、ジンギスカンが亡くなって、はい、フビライがあの宋を滅ぼして中国の王様となって、はい、うん、いよいよ日本に攻めてくるってことになった時に、はい、そのこの天線のあたりにいた元高麗人、はい、で今は元の人、うん、あのモンゴルの一員、はい、で高麗国というのはその攻められた後に降参して、はい、でやっぱりモンゴルの子分になってるんです、うん、でモンゴルの子分になって王族のうちの、 あの、まあ、王子様が王様のところに行って、はい、そこで共同生活するみたいなことになる、はい、人質ですね、はいはい、なるんですけれども、あと高麗国の方が逃げていった連中よりも後からモンゴルの子分になってるわけです、うん、逃げていった連中が先に子分になってるんです、はい、そうですね、先に子分になった方が偉いんです、はい、ね、はい、でそのいよいよ元がそのモンゴルの大軍を率いて日本に攻め込むということになった時に、はいはい、このモンゴルと高麗の大軍が攻めてきたと我々は習ってますけれども、はい、そこで攻めてきたモンゴルというのはこの点線のところにいたら一なんだじゃあ元高麗人と高麗人が攻めてきたっていう、そうそうそう一緒じゃねえかっていう、一緒じゃねえか、はい、大将クラス、指揮官クラスには、うん、前回も言いましたけども、アラビア系の人がいたりとか、はい、あるいは黒人さんがいたりとか、はい、いろいろあるんですけども、うん、兵隊に関して言うならば、はい、高麗人と元高麗人の元、うん、はい、同じ連中じゃない、同じ連中だと、はい、ということなんです。で、この連中が日本に攻めてきた。はい、うん、で、もともとその高麗という国自体は日本人と同じような食生活、どちらかというと薄味の菜食系だったらしいんですけれども、はい、モンゴルの属国となった時に肉食を始めるんですね、うん、で肉食を始めた結果朝鮮半島からなくなったものがあります、はい、今がいなくなった、はい、食っちゃいますからね、はい、でそれだけではなくて同時にそのとにかく肉であれば何でも食うので、はいはい、うん、人の肉を食べるという習慣もそこで生まれました。あ、この時ですか、はい、人食は、はい、モンゴルの人たちっていうのは基本的に人の肉食べないんですね、うん、それが中国に行くと人肉食という習慣があったので、はい、これがくっついて両方が高麗の中で一体化することによって高麗人も人の肉を食うようになる、うん、ということが起こりまして、はい、でいよいよ日本に攻め込む 、はい、大軍団を率いて、うん、で、まあ、船をですね、まあ、日本に渡るためには船が必要ですから、はい、たくさんの船を作れと、うん、高麗って貧しい国なわけですよ、はい、貧しい国なんだけれども船をもうとにかく作れって言われるもんですから高麗船と呼ばれる、はい、うん、朝鮮式の船を作ります、うん、これがほとんど安伏なんですね、うん、危なくてしょうがないんです、はい、でその危なっかしい船に乗っかってやってくるんですけども、ところがその攻め込むのにあたって、はい、途中で食料の補給しなくちゃいけない、うん、そこで壱岐対馬に立ち寄るわけです、はい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 、壱岐対馬は島の住民しかいませんので、うん、人口も少ない、うん、そこを襲えば簡単に、はい、人間の肉が手に入る、うん、で、手に入れた肉を博多湾にやってきた時には、
あの船の側面にね、はい、吊るしてたんですよね、はい、これ星肉にしてたわけですよね、はい、で まあ、そういうような形で日本に攻め込んできた、うん、はい、だからあのモンゴルが攻めてきた、元と高麗の大軍が攻めてきた、はい、実は全然違う、うん、ということになるわけです、はいはい、そういうことは教科書には全く書いてませんね、はいはい、あのこれはですね、あのいわゆる、まあ、朝鮮通信使の問題とかなんかあの同じことがあるんですけれども、はい、あのさっきトイの入港の話をちょっとしました、うん、トイっていうのはもともと渤海、はい、あの今でいう、まあ、満州の方の人たち、はい、ということなんですけども、その満州の人たちが攻め込んできたんじゃなくて、うん、満州の人たちっていうのはごく一部、女真族はほんの一部しかいなくて、うん、3000人の大部隊の中 の 9割以上はみんな高麗人だった、はい、というのが現実なんですが、うん、が日本人はそれを歴史教科書に残すときに、うん、トイの入港という書き方をするんです、はい、というのはどうしてもやっぱり朝鮮半島っていうのは隣国なので、うん、そことの間でやっぱりもうあいつらこんなあの悪いことばっかりしやがって千年経っても恨み忘れないなんてなっちゃうと、うん、やっぱりどうしてもその日本人の心そのものもこうギスギスするものになってしまう、うん、はい、だからもう多分二度とトイっていうのはもう滅んじゃってないですから、うん、やってくることはないので、はい、トイの入港という名前にする、あるいは元という国も滅んでしまいましたから、はい、もう世の中にはない、うん、だから元寇という名前にする、はい、実は高麗寇だったって、うん、朝鮮寇だったって、はい、はい、なるほど、という歴史があったということで、はい、まあ逆に言うと日本にはラッキーでしたよね、船の性能悪いし、はい、統率もそんなに取れてなかったらしいし、はいはい、もし本当にそれがね、そのモンゴルのバリバリのね強い最前線にいるやつらだったら、まあ戦況変わってたかもしれないじゃないですか、可能性はありますね、ね、だから船が嵐来た、船揺れる、船沈む、うん、で、あ、やばい、逃げようみたいなですね、うん、そういうがあったわけでしょ、そうそうそう、うん、まあ、逆にあの文英の駅の後の公安抜きっていうのが割とその短いスパンで行われてますけれども、はい、これがなぜできたのかといえば、あの元、うん、つまりモンゴルにとってはあの事実上損害にならない、はい、何万人もそこでこう、まあ、日本と戦って失敗してで敗れて亡くなったとしても自分たちにとっては何の損害にもなっていないということが背景としてあったということもあろうかと思います、うん、なるほどね、はい、分かりました、まあ、本当に現行テーマでいろいろお話は聞けると思うんですけども、はい、まあ、皆さん知らないであろうというようなちょっと評価書の裏側、はい、今日聞けたと思いますので、はい、また一つの教養にしていただければなというふうに思います、はい、で次回がですね、まあ、少しまたこれも歴史が絡むようで絡まないようで絡むんですけど、はい、日本人の名字はこうして付けられたということで、そうです、鎌倉時代の話なんですね、はいはい、ね、いつ頃日本人の名字付けられたんですかっていうことを、はい、学んでいきたいというふうに思います、はい、次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。